私は前回、大した実力もないくせに、あのエルモーさんを勝手にライバルに仕立て上げてしまい、それを超える90秒でクリアするという到底私にはできない目標設定をしてしまい、視聴者様に過度な期待を持たせてしまったことを、ここにお詫び申し上げます。なので、今回のパズチャレでは、3秒でクリアしてやる。お前は何を反省したんだ？さあ、今回こそは速攻でクリアしちゃうもんね。ところで気になったんだが、なんでもう1分経とうとしてんだ？それは、録画ミスだよ。絶対カットしたな。まあまあ、今回は前回とは違って絶対にクリアするから見といてよね。やっぱり目標は5分以内にクリアなのか。まあ私の実力だとそうなっちゃうよね。いやなんで3秒とかなんだよ。自分を大きく見せたいからだよ。まさかこんなリアルな返答が来るとは。まあ安心しなさい。今回は前回のプレイをしっかり反省して練習してきたから大丈夫だよ。具体的には？まず、コンボを作るときは横に組むようにしたんだ。そうすることによって、落ち込んがうまく作用するようになることに気づいたんだよね。まあレベルの高いパズドラーはみんな知ってることだったけどな。あと今回私がやろうとしてるのが、斜めパズルってやつだよ。ほう、ついに霊夢があの上級者テクニックである、斜めパズルを駆使するときが来たのか。まあこのパーティーは操作時間延長を積んでるモンスターが、めっちゃ多いからパズル組みやすいこともあるんだけどね。それにしても意外と斜め使えてるんだな。最近気づいたんだけど、たくさんコンボ作るときはこの斜めパズルはめっちゃ便利なんだよね。そうなのか。なんかこのペースなら案外余裕でクリアできそうだな。なんか私も今回は余裕な気がするよ。お、ゆっくり実況らしいフラグ建設が始まったな。もちろん視聴者の君たちはこの後どうなるかわかるよな。では、倍速して一気に見てみよう。サタンと対面して3分も経ったのに未だに倒せないなんて。まあ6、7コンボばっかだからな。もうこうなったら奥の手のあれをやるしかないね。もうあれしかないな。では、BGM スタート。これにより私のテンションは一気に急上昇を遂げる。ゆえに、天下の落ち込ん様もいい位置に落ちてくる。だから見よ、これが私の9コンボじゃー。やっぱり霊夢はこの BGM がかかると急に強くなるよな。まあ私の力の源だからね。でも口調が中に臭くなるけどな。さて、残るは2体。そして、ヨミちゃんのスキルは溜まっている。よって、もう私の勝利は絶対だね。それを世の中ではフラグというのでは？いやいや、この BGM の今、私はもはや、フラグクラッシャーなのだ。まず、既存の盤面で7コンボからの、落ち込んが怒涛の3コンボ。つまり、これが霊夢の10コンボやー。あとは前回しくじったあの強敵赤ソニアだけだな。そうだね、前回はチェンジ・ザ・ワールドで最後ミスっちゃったけど、今回はもうあの時のようにはいかないよ。というわけで、青ソニアとヨミのスキル発動。今回は闇と水のバランスがかなりいいな。そうだね、これは大コンボが期待できそうだよ。前回しくじったのは、この盤面の6列目。今回はしっかり余った闇を区切りに置いたから大丈夫。1、2、3、4、5、6、7、8、9からの落ち込みで、12コンボじゃー。まさか、ここまで綺麗にチェンジ・ザ・ワールドを使いこなすとは。やっぱり負けたからこそ成長があるってことなんだよね。今回の霊夢の格言、失敗は成功のもとって言葉を胸に刻んでいこう。何のコーナーだよ。